私もゲームのことそんなに詳しいわけじゃないけど、クラスで流行ってるのはあるよね。そうだね、休み時間はみんなそれに夢中だもんね。学びの場である学校でゲームなどあまり関心できることではないのですが。授業中にやってるわけじゃないんだから大丈夫だって。ほらこれだよ。うみちゃんも同じこと言ってたよ。思った以上に最初は手こずりました。最初うみちゃんずっと失敗して、なんで失敗なんですかって言ってたもんね。ちょっとほのか、そうですね、人から勧められればやりますが。面白かったですよ。指はつりそうですが、操作も難しくなくすぐに理解できましたし、つい熱くなってしまいました。うんうん、うみちゃんハマってるよねこのゲーム。この間うちでお泊まり会した時、寝言でもう一回ですって言ってたもん。それはないです。ですよね小鳥。なぜ目をそらすのです小鳥。集まってくださりありがとうございます。今日は皆さんに相談したいことがありまして。ですがその前に、ちょっと顔色が悪いような、大丈夫ですか？何それ怖。はい、皆さんに絵を見ていただきたいんです。私、世界観やデザイン全般を担当するからには最善を尽くしたくて、だからアドバイスをいただきたいんです。うわぁ、すごい量。 Really? これ全部この短期間に描いたの？いえ、これは私がずっと描き溜めていたものでして。これ、この間借りた漫画の敵キャラだ。刹那、ステイツのヒーローも好きなの？僕もこの作品好きなんだよ。大好きな作品の絵を真似して描いているんです。ヒーローものでしょ？ミステリー？全部好きです。どの作品も読んでいるときはパワーに圧倒されちゃうんです。そういうことか。僕わかった。刹那は作者の愛に引っ張られるんじゃない？作者の愛に引っ張られるって？作者が作品に込めた愛情に対して敏感ってこと。このヒーロー作品はね、一度はお蔵入りになった作品なんだ。でも作者がウェブで書き続けて大ヒットになったんだよ。言われてみればそうかもしれません。私は作者さんが作品に込めた大好きからパワーをもらっているんですね。そして私も私の大好きを
世界中に叫びたくなるんです。大好きのキャッチボールって感じだね。私たちが作るゲームも誰かにそんな風に思ってもらえるといいな。作りましょう、そういうゲームを。というわけで皆さん、私の絵についてアドバイスをお願いします。